こんばんは。今日はね、天気がすごく悪くて、ちょっと僕のうつも、天気に左右されてます。ちょっとね、天気に左右されて、しんどいというか無気力な感じで、まあ今ね、みんなゲージに戻って晩ご飯食べ終わった頃なんです。猫ちゃんだけはね、まあ外で外っていうか家の中でね遊んでますけど、イワンちゃんとウサギちゃんはゲージに戻って晩ご飯食べ終わりました。まあミルクちゃんはまだ食べてるけどね。天気に左右されてね、ちょっとね精神的に参っているというか、まあ別に悩み事があるとかそういうわけではないんですけどね、ちょっとなんかうつが重くて、まあまたね、天気が良くなればすぐ回復すると思うんですけどね、僕にはやりたいこと、夢がたくさんまだまだあるんでね、まあ何度も言ってるし、 YouTube でも言ってるし、 Facebook とかブログとか Twitter でもね、何でも言っている、何度も言っていることなんですけど、まあ人間はね、牛肉、豚肉、鶏肉、魚、もっと言うならうなぎとか貝とかね、動物の命を、いただいて生かされているわけで、植物でもね、野菜、果物もね、命ある植物を取ってね、食べているわけやから、野菜食べてるから動物の命は取ってないでは済まないんで、逆に植物の命を取っているんでね、まあ、だから人間っていうのは、何かしら何かの命をもらって生かされているわけなんでね、その分逆に、小さな命を守れる分には守っていかないといけないと思うんでね、それを僕は、まあ僕なんか頭が悪くて、何の力もないです、ただのね一庶民なんですけど、それでもなんとかね、運動というか、小さな命を動物に限らず植物もね、守っていきたい、ゴルフ場を作るために森林伐採するとか、ね、何か新しい施設を作るために森林伐採するとか、やっぱり、そういうことをすると、野生のね動物たちが行き場を失っていくわけなんですから、これ以上自然をね壊さないように、なんとか僕も、力を持って、権力を持って発言できるような立場になれたらいいなと思っております。ミルクちゃん水飲んでる姿かわいいな。マロンちゃんもかわいいで一服してる姿な。
写真、うん、また週末ね、天気が良ければどこかへ出かけようと思っております。またその模様をね YouTube で流しますんでね、まあおっさんが出歩いてる姿を見ても面白くもなんともないかもしれないですけど、頑張ってねトークの方も磨いて、トーク力も磨いてね、少しでもいい絵を撮って、皆さんに見ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。ミルクちゃんも疲れたな、遊びな、遊び疲れた、もうねんね、ミルクちゃんもねんねよ。まあ、当分ね天気悪そうなんで、あれなんですけど、まあ週末天気良くなることを祈って
皆さんも体のね、季節の変わり目なんでね、季節の変わり目なんで、体気をつけてくださいね、体調崩さずに、季節の変わり目は精神的にもね、崩れやすいと思うんで、皆さん気をつけてください。それじゃあ、まあ今日のところはこれで失礼いたします。ミルクちゃんでした。そしてマロンちゃんでした。さようなら。あ、ミルクちゃん、かわいいな。かわいいかわいい。よしよし、さようなら。さようなら言ったら向こうからカメラ止めにくくなるな。さようなら、もう終わりか。じゃあね、バイチャー。